1889年の20人展のポスター20人展とは、1883年に、ベルギーの画家、デザイナー、彫刻家たち20人を会員として発足したグループである。ブルッセルの法律家、出版業者であり、企業家であるオクターブモースが主導して結成された。10年間にわたり、毎年展覧会を開催し、そこには、 国内外からの20人の画家たちも招待された。招待された画家には、カミーユ・ユピサロ、クロード・モネ、ジョルジュ・スーラー、ール・ゴーギャン、ポール・セザンヌ、フィンセント・ファン・ゴッホなどがいる。その前身と言えるのが、エソール店であったが、ジェームズ・アン・ソールの牡蠣を食べる人が、アント・ウェル・ペン・サロンで却下された後に、エソール店でも却下されたことが、20人店結成に至る。 きっかけの一つであった。1893年、20人店は自由、美学店に改組された。20人店のグループは、1883年10月28日、ブルッセルで、管理サロンやエソール店の保守的な運営方針に、不満を持つ画家たちによって設立された。エソール店もまたサロンに、反対の立場から設立されたが、20人の画家からなる、理事会の運営方針は、 公直的であった。20人展では、理事会は11人の画家によって構成されたが、法律家、ジャーナリスト、美術評論家でもあるオクターブ・モースが事務局長を務め、公直的な規則から自由な立場で行動することが可能であった。1884年から1893年にかけて、毎年、通常1月から3月までの時期に展覧会を開催した。 その展覧会の運営は、ローテーションで構成される3人の委員会が担当した。20人の構成員に加え、国内外から20人の画家も招待され、作品を展示することとされた。展覧会の開催中は、文学の講座や討論会が行われたり、1888年からは、晩三段義作曲による音楽の演奏会が開かれ、たりもした。 1881年には、オクターブ・モース、エドモン・ピカール、エミール・ベルハーレンが主導して評論集、現代美術を発刊するなど、20人展においては、美術、音楽、文学の間の強い結びつきが意識されていた。1884年、85年、86年の展覧会は、ブリュッセル美術センターで、その後の展覧会はすべてブリュッセルの、 ベルギー王立美術館で開催された。クロード・モネ、ラ・マンポート・ア・エイト・ラター最初の展覧会は、1884年2月2日に開催された。20人展開員の他に、アドリアーン・ジョセフ・ヘイマンス、ヤン・ストバツ、オーギスト・ロダン、ジェームズ・マクニール・ホイスラー、マックス・リーバーマンらが出展した。カチュール・マンデスが、リヒャル・ト・アグナーについての評論を行った。 クザビエ・メルリ及びアントーロップが出展した。ピエール・オーギュストル・ノワール、オディロン・ルドンが出展。またクロード・モネが、レポン・ディ・アーザーインやラマン・ポート・アイ・トラーターなどを出展。セザール・フランクのバイオリン・ソナタを初演。ウォルター・シッカーと、ピサロ、ベルト・モリゾ、ジョルジュ・スーラが出展し、冒頭、スーラとシニャックがプレゼンテーションを行った。この展覧会での目玉は、 スーラのグランドジャット島の日曜日の午後であった。同年7月、20人天グループは、オランダのアームステルダムで展覧会を実施した。アルベール・デュボア・ピエ、アンリ・ド・トゥールーズ・ロートレック、アンディ・エドモン・クロス、ジェームズ・マクニール・ホイスラー、シニャック、ルドンが出展した。バンサン・ダンディの山の歌が初演された。作家・オーギュスト・ビリエド・リラダンも招かれた。ピサロ、 マクシミリアン・リュース、アンリーエドモン・クロス、ギュースターブ・カイ・ユボット、セザンヌ、アルベール・デュボア・アピエ、ゴーギャン、スーラが出演した。その一つが、ゴーギャンの、説教の後の光景であった。一つ目のコンサートでは、セザール・フランク、ピエール・デ・ブレビル、エルネスト・ショーソン、ガブリエル・フォーレ、ジュリアン・ティアサットが作曲した音楽が演奏された。クワ・チュール・イザイが、 その演奏の一部を担当し、それはその後数年間続いた。二つ目のコンサートはホーレが中心となり、この他ダンディ、チャールズ・ボルト、アンリ・デュパルクの曲も取り上げられた。7月にはアムステルダムで展覧会を実施した。ルドン、セザンヌ、シニャック、トゥールーズ・ロートレック、アルフレッド・シスレー、ゴーギャン、フィンセント・ファン・ゴッホが出展した。 コンサートは3回開かれ、第1回は、オーギュスト・デューポン、レオン・スブル、ヨゼフ・ジャコ、ポール・ジルソン、グストブ・ヒューバーティといった、ベルギーの作曲家たちが取り上げられた。第2回と第3回は、フランスの作曲家たちで、第2回では、フォーレ、フランク、ダンディ、キャスティロンの曲が演奏された。第3回では、ダンディが自作のフランスの山人の歌による、 公共曲を演奏した。この他、フォーレ、フランク、ブレビル、ボルド、エルネスト・ショーソン、アルベリク・マニャール、ポール・ビダルの作品も演奏された。ステファン・マラルメが、オーギュスト・ビリエド・リラダンについての講義を行い、エドモン・ピカールが、モーリス・メーテル・リンク、エミール・ベルハーレン、チャールズ・ヴァン・ラーバーグを論じた。スーラ、ピサロ、シスレー、ジュール・シェルが出展した。 装飾美術の最初の展示が行われ、ウォルター・クレインによるポスターやイラストレーション、アルフレッド・ウィリアム・フィンチの陶芸の試み、ゴーギャンによるゴッホを追憶しての3つの花瓶と像が展示された。カタログの表紙はジョルジュ・レメンが手掛けた。フランクの追悼コンサートとダンディの新作を発表するコンサートが開催され、後者にはフランクに従うボルド、デュパルク、ブレビル、ショーソン、 ティアサット、ビダル、カミール・ブノワの作品も演奏された。フォーレとエマニュエル・シャブリエによる作品も演奏された。三つ目のコンサートは、ピョートル・チャイコフスキー、アレクサンドル・ボロディン、ニコラス・デストチャーバッチフ、ニコライ・リムスキー・コルサコフ、アレクサンドル・コプイロフなどロシアの作曲家を取り上げる、ものであった。オーギュスト・デ・エラヒー・アシェイの陶芸、アンリバンデ、 ベルデの刺繍作品が展示された。画家では、マクシミリアン・リュース、レオガ・ウッソン、メアリー・カサットが出展した。スーラのラッシジュ塾とラ・パレードを含む18点の作品を展示した回顧特集も行われた。3夜のコンサートが行われ、第1夜は、ポール・ジルソンのラ・メール、ギヨーム・ルクルのアンドロー・マディのほか、リムスキー・コルサコフ、アレクサンドル・グラズノフ、 フランツ・セルベイの作品が上演された。第2夜は、アレクシス・ド・カスティオン、フランク、ボルド、ルイス・デ・セア、エマニュエル・シャブリエの作品であった。最終夜は、ダンディのスイートイン、ディー・ショエン、ショーソンのコンセール、フォーレ、ボルド、カミーユ・シュビアール、アルベリク・マニャールなどであった。アルフレッド・ウィリアム・フィンチ作のテーブル、ベルデの詩集、アレクサンドル・シャルパンティエのオブジェなど、 多くのデザイン作品が出品された。ポール・ベルレーヌが現代史についての講演を行った。第1回のコンサートでは、フランクの作品の上演とショーソンの愛と海の詩の初演が行われた。第2夜ではダンディ、カスティオン、フォーレ、シャブリエ、ブレビルの作品が取り上げられた。最終夜は、ルクルのバイオリン競争曲プレミアのほか、チャールズ・スマルダーズ、ポール・ジルソン、 ドーソン・バン・レスト・シュート、カスティヨンの作品が演奏された。ありがとうございます。